どうもこんにちは、今回はですね、キャンプにやってまいりました。一人のキャンプです。ソロキャンプですね。年末にですね、年越しキャンプやりまして、それから、大体10日後ぐらいに、またキャンプという感じになってるんですけども、今日はですね、ちょっと撮ってる角度が違います。なぜかというとですね、三脚を忘れました。三脚忘れたんで、なんとか撮ってる感じです。なのでちょっとね今日どうやって撮ろうって感じなんですけど、まあなんとかしましょう。ここはですね、広島県廿日市市になるのかな、岩倉山ファームパークキャンプ場というところで、結構ねお世話になってるんですけども、なんて言うんでしょうね、緊急事態宣言、またですね、東京だけじゃなく、大阪とか福岡とかもなのかな、いろんなところがね結構緊急事態宣言を検討する、もしくは、緊急事態宣言になったのではないかなと思います。まだね数は少ないんですけども、緊急事態宣言になった場所がある、もしくはこれから検討しているところもきっとあるということでですね、なかなかこうまたキャンプ系の動画っていうのを撮るのが難しくなってくるのかなという感じがするんですけども、もしかしたらですね、この動画撮ったら当分キャンプ来れないかもしれないんですけども、今日はね、まあちょっとのんびりやりましょう。カメラの三脚も忘れたということで、もうのんびりするしかないですね。このテントはですね、ワンティグリスの、ロックシールドというやつなんですけども、10月か11月ぐらいに、このテントというか、まあシェルターみたいな感じなんですが、それを使ってですね、キャンプをしました。このテントで冬キャンプっていうのがまずやったことがないです。やったことないけど、まあきっと大丈夫だろうと思うんですけども、まあ初めての試みということでですね、ちょっと遊びたいなと思っています。で、今日のね、セッティングというか何というか、設営はね、かなり簡単になってます。まず外でね、ご飯を食べましょうということで、テーブルとか置きました。それとテントはね、こんな感じで張ってます。で、ここのね、ロープはね、これ実は中から来てるのが1本あります。なんで中から1本来てるかというとですね、これがテントの中なんですが、わかるかな、ちょっと分かりづらいかな。このテントね、ここの部分があるんですよ。ちょっとなんて言うんだろうな、フラップっていうの、なんか1枚余分にある感じなんですよね。こっちの方がちょっと分かりやすいかな。1枚ね、余分にあるところがあるんですけども、これこのまんまだとね遊んでしまうので、この中からですね、外にロープを通して外で止めてるという感じです。こうすればですね、閉めたまんま遊ぶこともなく、結構広々と使えるんじゃないかなと思ってます。まあ、実際広いですね、結構。で、この中ですが、クオルツのツーウェイコット、ですね、それを、ロースタイルで使ってます。まあハイにしてもいいんですが、後でですね、ここスペースありますよね。このスペースでちょっとね、ストーブじゃないけど、前動画でやったやつですね、ガスストーブ的なやつをね使ってみたいなと思ってるので、ここはねスペースを空けてます。スペースを空けてコットという感じです。結構広いんですよ。さあ、それではですね、お料理をしていきたいんですけども、お料理というかね、今日これ買ってきました。豚バラ大葉巻き。
れてるかどうかもね確認しないといけないっていうね。じゃあいただきます。めちゃめちゃ脂身です。脂身の塩炒め食べてるみたい。ちょっとね寒いんで買いました。テントの中に入ってきました。テントの中に入ってきたんですけど、どうですかね、ロックシールド結構広々してません？こっちね半分はいかないか、3分の1ぐらいは空いてますからね、だいぶ余裕で過ごせるんじゃないかなと思います。そしてこれはほぼ脂身でした。脂身ではあるんですけど、脂身とね塩の組み合わせっていうのがねやっぱ一番うまいですよね。これはちょっと自分でもやりたい料理ではありますね。この豚バラと大葉をほんと巻いただけなんで簡単だし、これいいと思います。次はですね、こちら、もうね原点ですね、僕の原点なんですが、原点にして頂点かもしれません、豚キムチ鍋、しかもこのアルミに入ってるやつですね。なんかね、なかなか最近こういうのも久しく食べてなかったんですけど、なんだかんだ言ってね、こういうのが一番美味しかったりするんですよね。やべ、水入れるタイプだから。中に水が少ない気がするんだけどな。もういっか。いいけど辛い。はい、今ね夜の9時になりました。夜の9時になったんだけど、キャンプ場はねかなり静かです。さすがにね冬キャンプなので、なんだろうな、やっぱウェイっていう人はいないです。いないし、みんなねおのおの好きな時間を楽しんでるという感じじゃないかなと思います。コロナの問題が、沸き起こってから1年ぐらい経ってますけども、我慢したにもかかわらず状況が全然良くなってなくて逆に悪くなってるっていうね、なんかなんだかなって感じもしますし、またね当分家の中で
家の中というか家の外ですよね、家の外とかでまあ楽しむ動画になるのかなっていう感じはしてるんですけども、家の外でテントを張ってみたことがあるんですよ。家の外にね、張ったら張ったでなんかやんないんですよね。なんかあくまでやっぱりそのキャンプ場に来てこういうことするのが楽しいんであって、家の外にねずっと常設してあると全然キャンプなんかしないんですよ。だからやっぱりあのなんだかんだ言ってこれは非日常的な楽しみなのかなと思ったりします。まあかといってですね、なんだろうな、本当にこういうことできるのが非日常にならないように、なんかコロナで大変ですけどね、皆さん頑張っていきましょう。あとね、僕のことではないんですけど、ちょっとね個人的に昨日感動した出来事がありまして、以前ね、ご紹介したねハブテルさんっていう方がいまして、ひょっとこみたいなお面をつけてですね、ピアノを弾きながら歌を歌うっていう、そういった方なんですけども、その方がですね、昨日中国のビリビリ動画っていうのがあるんですけども、そこでねなんか歌の決勝戦みたいなのがあって、前回のねその予選みたいなやつも僕見たんですけど、その予選で歌った全ての方の中で一番最高得点なのがハブテルさんだったらしいんですよ。で昨日はね決勝だったんですけども、これがねしびれた、すげえ良かったんですよね。実際に中国に、まあ、コロナがなければ実際に中国に行ってたかもしれないんですけど、まあ、コロナの問題があるということでですね、いつものようにハブテルさんは自宅から、そのライブ中継っていう感じだったんですけども、ね、歌がねまず最初に千と千尋の神隠しのいつも何度でも、メドレーの形で、その後に、天空の城ラピュタの君を乗せて、で、それから次がですねそのままメドレーで隣のトトロ、メインテーマですよね、トトロトトロってやつで、これがねめちゃくちゃ良くて、ですねニコニコ動画みたいにビリビリ動画ってこう弾幕が出るんですよ、こうコメントがずっと流れるっていうか。でハブテルさんが歌ってる間中ねもうずっと、大好きですみたいなコメントが中国語で並んでたりとかして、いやーなんかもう感無量でしたね。自分のことじゃないけど感無量だった。あれはで勝った人が5人ぐらいいたんですけど、その中で最高得点がハブテルさんだったんですよ。でうわすげえなーと思って、でハブテルさんがね最高得点なんで歌う順番決めていいですよって言われたんですけども、もうハブテルさんはねとにかく早く歌いたいと、だから点数の高い順に歌っちゃおうよみたいな感じでですね、ハブテルさんが一番最初に歌ったんですよ決勝は。そんなんね不利に決まってるじゃないですか、ああいうのって最後になればなるほど有利ですから。なのにね最初にまず俺に歌わせろっていうね、いやもうあれはしびれた。まあ結果としてはですね惜しくも4位だったんですけど、あれはね僕の中で1位だったな。この動画を見てる方にはね全く興味がない話かもしれないんですけど、僕的にねめちゃめちゃ嬉しかったことだったんで、ちょっと動画に残しておきたいなと思います。ハブテルさんもね、実はねキャンプの趣味を持ってるということをですね前 DM でやり取りしてたら判明しまして、結構ね行ったりするらしいんですよ。なのでできるだけ早くねハブテルさんともお会いできて、まあ、一緒にコラボキャンプみたいなことができたらいいなと思ったりしてます。であとですね、月末ぐらいになるのかな、月末ぐらいになると思うんですけど、視聴者の方にですね、アンケートを取ってみたいこととかも、おそらく出てくると思うので、ライブ配信をねまた月末ぐらいにやれたらいいなと思ってます。そのライブ配信に関してはですね、最近ねちょっと面白い話をいただいているので、その辺のお話ができたらいいなと思ってます。ちょっと今日はですね本当申し訳ないことに三脚を忘れたっていうね、えらい緊急事態が起こりましたので、あんまりねちょっと見るべきところはないかもしれないんですけども、とりあえずね、僕が飲み散らかしたところを映しておきます。